ザムトゲマインデ・ボフツェンは、ドイツ連邦共和国にイーダーザクセ州、ホルツミンデン軍の4つの市町村で形成されるザムトゲマインデである。ザムトゲマインデ・ボフツェンは、ホルツミンデン軍の南端部を形成し、長さ 15km にわたってベーザー川東岸に沿っている。ベーザー川はここでは、ノルトラインベストファーレン州との宗教を成している。 ニーダーザク選州、ノルトベストファーレン州、ヘッセン州の3州境界は南に数キロメートルしか離れていない。このザムトゲマインではデーレンタールによってトークゾリングにまで達する。ベーザー川対岸のヘクスターへは2キロメートルしか離れていない。ボフセン、フィルステンベルク、ラウエンフェルで、デーレンタールがこのザムトゲマインデに属す。 1973年1月1日、ニーダーザク選手の地域再編により、ザムトゲマインでボフ戦が創設された。マインブレク戦フィルステンベルク、ラウエンフェルでデイレンタール、ボフ戦が参加した。1971年の提案では、ノイハウス、イム・ゾリングとジルバーボルンも含まれていた。ノイハウスとジルバーボルンは、ホルツミンデン氏に合併した。 新しいザムトゲマインデの名前と、本部所在地に関する議論が残っていた。それまで、ノルトハイム軍に属していたラウエンフェルデに本部を置き、ザムトゲマインデ名とすることには、ボフツェンが難色を示し、ザムトゲマインデシュロスベルクという名称を提案した。ボフツェンはさらにもう一つ、ザムトゲマインデゾリングトワという名称も提案していた。しかし、 それぞれの町村議会で投票を行った結果は、ザムトゲマインデ・ボフツェンとするものであった。ザムトゲマインデを市町村合併し、アインハイツゲマインデとすることで年間約12万5000ユーロの節約になるという見積もりに基づき、行政当局は2008年から単一自治体への転換を計画している。これが実現した際には、参加自治体であるデイレンダール、ボフツェン、 フィルステンベルク、ラウエンフェルデは解消され、地区議会あるいは地区長の決定権は制限されることとなる。2009年9月27日の連邦議会議員選挙と同時に行われた住民投票でマインブレクク戦を含むラウエンフェルデの住民は63.91%が近隣町村との合併に賛成票を投じた。 このザムトゲマインデの議会は20議席からなる。ザムトゲマインデ長はウーベケニヒである。レーレンタールやフィルステンベルクは州内で知られた保養地であり、観光業はこのザムトゲマインデにとって重要な経済因子である。ベーザー側の蒸気船はアトラクションとなっており、その川岸には自転車道が通っている。1866年に母仏船の バルトリング &CO が設立された。その翌年にグラスファブリーク・シュタインブライテ・バイ・ヘクスター、シュミット・ビッテと改名され、さらに1874年にこの会社は、ノエレ・フォン・カムペ・グラスヒュッテ・ビュックフェルトという社合で活動した。1896年にガラス工場が拡張され、1934年から現在のノエレ・フォン・カムペ、 グラスヒュッテ GMBH という名称でガラス容器の製造を行っている。ありがとうございます。